ネルソンは、イギリス海軍の保有した戦艦、ネルソン級戦艦の一番艦で、アームストロング社の入ッする造船所で建造された。艦名は、ナポレオン戦争当時の提督、初代ネルソン施設保冷所ネルソンにちなむ、A、非、米海軍は、1922年より、ワシントン軍縮条約により、新戦艦建造時の制限を受け、基準排水量を3万5千トンに抑えられていた。 そこでイギリスは、基準排水量33,500トン、40.6センチメートル9門搭載の戦艦の建造を決定した。速力23ノットと、この時期建造された戦艦としては最も低速であった。艦の全部に3連装砲塔が3基配置されていて、艦の後部に環境が配置された、極めて珍しい形となった。装甲は当時としては極めて重厚であり。 16インチ砲艦全体で見ても最も厚い部類である。収益したネルソンは本国艦隊の機関となったが、第二次世界大戦が開戦するまで近代化改修も受けず重要な任務に就くこともなかった。1931年に姉妹艦のロドニーとネルソンの上院はインバーゴードン反乱に参加した。1934年1月12日。 西インド諸島に向かおうとしていたネルソンは、ポーツマス沖で座礁した。第二次世界大戦の開戦後、ネルソンは、ドイツ海軍の巡洋艦、駆逐艦部隊の出撃に備えて北海に出動し、10月30日に、オークニー諸島近海で、潜水艦 U-56 の雷撃で、魚雷3本が命中したが爆発せず、損傷を免れた。11月23日、ドイツ戦艦、 シャルンホルストとグナイゼナウが仮想寿命艦ラワルピンディを撃沈する。ドイツ戦艦を捕捉するため、ネルソンも出撃したが、ドイツ戦艦は嵐に紛れて、無事に帰島してしまい、12月4日にロッホ U に戻った際に、ネルソンは触雷した。これは、ドイツ潜水艦 U31 が付設した実機嫌いであった。1940年8月に復帰したネルソンは、 ドイツ軍のイギリス上陸に備えて、イギリス海峡に配置された。その後、1941年4月から、大西洋で戦団の護衛任務に従事し、戦艦ビスマルク追撃戦の知らせが来ると、フリータウンからジブラルタルに移動して、ビスマルクの大西洋進出に備えた。1941年6月には、H 部隊に配属され、地中海で、サブスタンス作戦、ステータス作戦、 ハルバード作戦に参加した。マルタへの補給作戦であるハルバード作戦中の9月27日に、ネルソンはイタリア空軍の SM-84 の雷撃を受け、魚雷一本が命中し損傷。本国に戻って修理を実施した。1942年8月に H 部隊機関としてジブラルタルに戻り、ペデスタル作戦に参加して、マルタ島への戦団護衛の任に就いた。 その後も地中海で統治作戦に参加し、1942年11月のアルジェリア上陸、1943年7月のシチリア島上陸、1943年9月のサレルの上陸などを支援し、上陸地点の沿岸へ艦砲射撃を行った。1943年9月29日にメルソンの艦上で、 アイゼンハワー将軍とバドリを元帥によるイタリアとの急戦の調印が行われた。ネルソンは修理と対空火器と増設のため、1943年11月にイギリスに帰還した。改修工事の完了後、艦隊に復帰してノルマンディ上陸作戦を支援したが、1944年6月18日に、キライニコに植来し、修理のためフィラデルフィア交渉に向かった。 1945年11月に本国艦隊の機関に復帰し、1946年7月に練習戦艦へ類別変更、1947年に除籍、1949年2月にスクラップとして売却され、1949年3月15日にインバー・キーシングにて解体された。第二次世界大戦の最後の年に本艦に上艦した。 JW ホリデー上等水兵によれば、水兵たちはハンモックで睡眠をとったが、とりわけ海が荒れている時は驚くほど快適だったと語っている。ホリデーによると21歳以上の乗員に毎日ラム酒が配給されており、これを受け取るのが毎朝の日課だった。配給されたラム酒は水で割られたりして飲まれた。また、誕生日の水兵は飲めなくなるまで全員からラム酒をあげてもらい、 酔い潰れた後は翌日までハンモックで寝続けても許された。戦争が終わり帰国した彼らは手を振る群衆に気前よく備蓄されていたオレンジやバナナといったものを放り投げた。こうした大国の果物は祖国で自分たちを待っていてくれた友人や家族たちへ何よりの土産となった。ありがとうございます。